島根大学は、島根県松江市西川津町1062本部を置く、日本の国立大学である。1949年に設置された。大学の略称は、島大。2003年10月1日に、旧島根大学と旧島根医科大学が統合した。法文学部、教育学部、人間科学部、医学部、総合理工学部、生物資源科学部の6学部からなる。 2004年には、島根県、鳥取県両県で活躍する放送の養成を目指し、大学院法務研究科を設置したが、2015年に募集停止することを発表。複数の法科大学院による広域連合法科大学院の設置を目指すとしていた。なお、卒業生組織として、学部などの同窓会の緩やかな連合会としての、島根大学同窓会連合会がある。 放送大学学園と単位互換協定を結んでおり、放送大学で取得した単位を卒業に要する単位として認定することができる。学部生5301名、大学院生646名、計5947名。2018年8月、松江労働基準監督署は、教職員の裁量労働成果での割増賃金の未払いは、 労働基準法違反だとして、島根大学に対して、是正勧告を送付。2019年6月、大学より、未払い賃金9000万円余りが、教職員に支払われた。学科全学学部出雲キャンパス正門この他の、島根大学の関連施設としては、松江市店人町商店街の中に、白方サロンがある。百九十四年、島根大学法文学部が、 大学入試において、和田秀夫、昭和天皇と日本国憲法、樋口洋一、もう一度憲法を読む、久野治、天皇崇拝の意識構造の三つの課題文をもとに、昭和天皇の戦争責任に関する出題を行った。これに対して、右翼団体が全国から殺到し、外戦者を繰り出して、大学側に抗議を申し入れるという事態となり、広く社会の注目を集めた。 ありがとうございます。